法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などにより、税務署への提出が義務付けられている書類をう。約60種類の法定調書があり、税務署が納税者の正確な支払いなどを把握するための資料となる。全体的に金融機関や保険会社が提出するものが多いが、一部多くの個人や法人が関係するものがある。 退職立て金等受給者別支払い調書は死亡退職により退職立て金を支払った者が提出する。それ以外は保険会社などが提出する書類。これらは金融機関や特定新株予約権を付与した株式会社が提出する書類。個人が提出するものは国外財産調書と財産債務調書で提出期限は確定申告と同じく3月15日。 それ以外は、金融機関が提出する書類。上記の法定調書6種類をまとめた、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表があり、多くの法人や個人事業主が関与する、源泉徴収票、支払い調書の合計表である。翌年1月31日までに、税務署へ提出する必要がある。E、タックスソフトで提出できるのは、この6種だけであり。 これ以外はパソコン版の e い,いタックスソフトもしくはサードパーティーのソフトウェアを利用する必要がある。同時期には市区町村に給与所得の給与支払い報告書や退職所得の特別徴収票なども提出しないといけない。提出期限は種類によって様々であるが、所得税に関するものは1月31日が多く、一部は確定申告と同じく3月15日であるが、 金融機関などが提出するものはバラバラである。E-Tax、税務署への郵送や持参などで提出できる。2年前の提出枚数が100枚以上の場合は E-Tax 等による提出が義務化されている。給与、公的年金等の支払い報告書及び、厳選徴収票に関しては L-Tax を使用すると税務署と市区町村に同時に提出できる。ありがとうございます。